どうも、プロテインことプロタンです。まあ、元カノシリーズじゃないんですけど、まあ、この前、先週の土曜日に、まあ、某公園で、元カノと、まあ、いろいろ話し合って、まあ、何も理解されずにですね、一応、YouTube っていうのと、女装筋肉をやってますっていうのをやったんですけど、ポカーンって顔して、最後ブチ切れて、肝臓のまま帰ってったので、であのあと、まあ、全然連絡がですね、まあ、取れないというか、まあ、取れずっていうところで、まあ、うまく伝わってないので、まあ、しかもやっぱり最後は笑ってね、理解してもらいたいと俺のことなので、まあ、女装筋肉をちょっとでも知ってもらおうと、僕の YouTube 活動ちょっとでも知ってもらおうと思うので、女装して彼女にちょっと今からですねビデオツアーをして笑わせようとネタをして笑ってくれるかっていうのをですねちょっと検証してみたいと思うので今から女装して僕が今まで培ってきたこの女装ネタをですね最大限に発揮して元カノにビデオツアーでネタを披露して少しでもクスッと笑い声を皆さんに聞かせて円満に終わらせたいと思います。じゃあ、助走していきます。はい、助走になりました。ではですね、絶対笑わして、最後は円満で終わらせたいと思います。ちょっと本気でやりますので、まず、繋がるかが問題なんだよな。じゃあ、かけたいと思います。あ、もしもし。あ、つながった。あ、あれ結構何度かかけたんだけど、今まで。うん。忙しかったのかな。忙しかった。あの、ちょっとまたいきなり電話して、ほんと申し訳ないんですけど、先週の土曜日、公演の時は、ほんと、ごめん。うん。いや、なんていうか、まあ、自分が好きなことがあるし、まあ、ほんと、好きなんだけど、猶予を戻したいっていうのもあるんですけど、やっぱり今じゃないっていうのがあって、つい即答してしまって、ほんと、傷つけさせてしまったの、ほんと申し訳ないと思ってます。まあ、それで、まあ、YouTube とかっていろいろ言ってたじゃん、趣味がどうのこうのって。で、女装筋肉とかって言ってたと思うんですけど、うん、いまいちわかんないでしょ。パッと来ないでしょ。まだ、俺の YouTube とかって見てないよね。うん、だからちょっと見て、やっぱ最後はなんか悲しく終わりたくなかったから、あの時に。俺のちょっと今やってることを見せて、笑わせたいと思って、だからちょっと見てくれるかな今からビデオ通話にするから。え、そんなのいいんだけど。いい。いや、見せます。もう僕助走してますんで。と、見せますね。いいっすか。え、じゃもう見せます。どうでしょう、俺の女装。もしもし。どうかな。俺の女装なんですけど。じゃあちょっとネタやりますね。もしもし。
もしもし？ネタやりますね。うん。1たす1は何でしょう？ 2。 正解。上腕二頭筋の2。1たす2は何でしょう？ 3。 正解。上腕三頭筋の3。満点だ。離れると化け物やります。いいえ、離れると化け物わしょーい。バカじゃないの？すいませんでした。あの、まぁ、あ、ちょっと、まぁ、あ、これで笑いを取ってるんですけど、ちょっとやっぱり生で見せたくて。本当にさ、意味わかんないから、はい。もう一回さ、家行って話さない？え？いいっすか？今日この後とか時間ないの？いや、まあ、今日休みだから時間あるけど。じゃあ今から行くからさ、うん。と話そうよ、ちゃんと。うん。まあ、そうっすね。あります。じゃあ、もうほんと、じゃあ、しっかり、そう、伝えるわ。じゃあ俺もしっかり面と向かって。うん。じゃあ今から2時間後ぐらいに行くね。あ、わかりました。じゃあ待ってますので、じゃあその時ちょっとしっかり和解しましょう。伝えますんで。はい。じゃあ。ということで、あの、今から来るみたいなので、ちょっとほんとまた、ちょっとよりを戻す。っていう気持ちじゃないので、僕は。もう、とことん嫌われようかなと思うので、あの、なりきってね、もう、俺、お構いになったっていう体で、ちょっと、ほんと嫌われる行動をしたいと、思います。やべえな。次回の動画で、お願いします。とことん嫌われてやろうと。いう思いを持ってこういう格好しました。こんな感じでブラジャーを股間につけて、ピンポン鳴ったらこれで迎えたいと思います。